How are you? Happy New Year. Hello, I wish you a happy New Year. Hi. Happy New Year. Hey, how are you? Happy New Year. Ken, how are you? Happy New Year. King is. Dare de show. Drop the cow. Ah! F マリノススポーツパークトリコロールベース栗浜キックオフ、どうぞ。新しいクラブハウスが使えるということで、本当に選手、スタッフ、チームにとって本当に待ちに待った待望のクラブハウスですので、非常に嬉しく思いますし、この素晴らしい環境で、チーム全員で協力し合って支え合って最高の準備をして、マリノスファミリーの力を結集して頑張りたいと思います。ありがとうございました。In relation to what happens from today to the end of the season, we're obviously here in the new facility, and I think enough has been said about the facility. The surroundings are great, and it gives us a platform where we can really focus, somewhere where we can call home, and somewhere we can prepare without distractions. That most people will be thinking, and in this room you're probably thinking already, that the season starts on the Super Cup, or the season starts on the 17th in the first round. Like I said, that's what everyone else is thinking, and we pride ourselves on being different. Our season started this morning when you drove into that car park and you walked through the doors downstairs. Our season has started. クラブハウスができたのはもうめちゃくちゃ大きいと思うし、まあ、昔のそのマリノスタウン、みなとみらいにあったすごい、クラブハウスを知っている身としては、クラブハウスないってどういうことっていう感じだったので、やっぱりその自分たちのベースを構えれるっていうのは本当に大きなことだと思うし、それこそ選手もそうだし、スタッフもそうだし、みんなのその少しでも負担が減るっていう意味ではもうすごく大きいことなんじゃないかなとは思ってますけど、めちゃくちゃ楽しみだし、それこそ去年優勝して2連覇をに挑戦するチャレンジするシーズンに、その自分たちのクラブハウスができて、クラブハウスができた初年度でそういうチャレンジができるってなかなかないと思うし、そこで全然ダメだったらやっぱりそのクラブハウスのイメージも、あの初年度全然良くなかったねみたいな、やっぱそれって代々伝わっていくものになってしまうんで、そういう意味では本当めちゃくちゃ今年は大事だなっていうのは、なんか新しいクラブハウスに通い始めてからなんかちょっと思ってるところではありますけど、今年も1年よろしくお願いします。取れちゃった。藤原さん、スラバリーで。俺よ俺。三、四、五、六、七、八、九、十。はい、はい、ありがとうございます。OK です。ありがとうございました。ちょっとこっちより向こうがちょっと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ドライアイになる。ドライアイ。毎年ドライアイ。毎年ドライアイです。そう。Mas você não está urgente, perdão. Só estou na minha quinta, não, pai, está me escondendo nas pernas. Está sempre escondido, né? Do peito, eu vou com você não é uma pessoa, eu não estou tomando isso, não, filho. Ele viu, tirando foto aqui? Dois, cara. Tá cuí, né? Tá cuí, né? Tá cuí, né? はい、腰で笑顔でお願いします。キャッチャッチャッチすげー、かっこいいっすね。すごいっす。 YouTube で見てたやつ。今その前行きましょう。モデルがいい。シンくんがいい。シンくんがかっこよすぎる。キーマー聞こえてきた。来た、まだ大事そう。キーマー待ちだからもう一回やってもらおう。最後に一回やってもらおう。じゃあ行きます。キーマーいやもう毎日めちゃくちゃ楽しいです。サッカーノートに書く質とか量が5倍ぐらい変わって、今はもう1日ほんとぎっしり書けるし、まあ、より主導権を持ってこう試合展開していくって中でやることもたくさんあって、で自分の良さとか改善点とか、なんか今まで気づけなかったものがこう出てきているので、なんかそういった意味ではもう本当にこのチームに来てよかったなと思いますし、なんか選手としての可能性がさらにこう広がった感じが今すごいしてます。練習試合に組んだっす。あ、組んだね。仙台あれいつだっけ。仙台か。仙台結構良かったよね。はい普通にソニックやりやすいな。楽しかったね。サニックが本当にめっちゃ優しかったイメージしかないんで何かあったらサニックに頼ろうと思ってました。サニ君に最初に LINE しました。そしたらめっちゃ優しく案内してくれました。マーコス、ハビグータイ。ありがとうございます。シャーネ、ハビグータイ。ヤングマン。お疲れ様。写真お願いします。オフィシャル誕生日フォトを撮りたいんで入ってください。僕は一緒に撮りたいんで入ってください。僕は一緒に撮りたいんで世界中のブラジル人集めて1枚やったぞ。世界中のブラジル人。いや、ぜひ。誕生日おめでとう。撮れた。写真撮れた。みんながペットボトル構えてる写真。なんでこれ。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。プロ11年目です。マルコさん、一緒に行く。マルコさん、サンクマルコロースター。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。サンクマルコロースター。
ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。ちょっとケーキ壊しちゃいましたけど、34になりました、チーム最年長ですけど、まだまだ頑張ります。でしっかりでいいトレーニングをして、連覇できるように、しっかり体を作っていきましょう。ありがとう。Data muito especial para mim. Fico muito feliz, né, de estar completando 30 anos. 30 anos になれてとても嬉しく思ってます。男は30から。強いね。小池強い。痛い。はい、本番行くよ。本番今こっち見て行くよ。3、2、1。確認します。はい、もう一回行くよ。本番行くよ。3、2、1。オッケー。おめでとうございます。午前中はきつかったですか？いや、もうまだきついですね。なんか練習が変わったんで、なんか動きとかもいろいろ慣れるまでは。でも楽しいっす。めっちゃ楽しいっす。なんか毎日新しいことを教えてもらえるんで新鮮っす。毎日が学びですし、もちろん意識はしてやってきましたけど、いざこっちに帰ってきて選手と触れ合ったり、しげさん、哲さんの教えをいただくと、やっぱ自分のクオリティのまだまだ足りないところだったりとか、技術不足もそうですし、あ、こんなことあるんだとか、こんな考え方あるんだっていう、もう一個一個がもう本当に学び大きい日々ですし、でもそれが選手としてはワクワク楽しさもあるので、でもなんかそれに満足しているわけじゃなくて、いかに早くその教えていただいたことだったりとか、チームの選手とのコミュニケーションをフィットさせて自分が順応してより良いパフォーマンスを発揮できるかじゃないと、スタメン争いの基準にも入ってこれないと思うので、毎日毎日学びが多いですけど、その中でもやっぱ自分の色を出して戦っていかなきゃいけないっていうのはありますし、これで満足してたら意味がないですし、選手としては終わりだと思ってるので、やっぱスタメンを取って試合に出るっていうのが選手としての価値だと思うんで、そこは今でも常に意識しながら学びながらやってます。前のスペース見つけよう。スペースと外ボールを、あとどうだ、あと楽しいっすね。しかもまあ練習が毎日なんか本当に刺激的で、このチームいたらやっぱ自分成長できるなっていう、毎回感じながらプレーできてます。少しずつはできてきてるかなっていう実感はありますけど、まあ、でも細かく見てみればまだまだな部分もあるんで、そこを突き詰めていきたいですね。開幕までに内容もまだまだ納得できないですけど、まあ、でも部分いろんなことはチャレンジできてるし、でもそういった意味でゴールも取れてるので、まあ、フォワードは結果を求められるポジションなんで、そこを達成できてるのは一つの自信にもなりますね。あと、まあ、ショーンと話しててもミーティングでいろんなこと褒めてくれるし、まああやって言ってくれるのは自分の中でも自信になり、なるので、もっともっとやろうっていう気にさせてくれるので自信になります。早くピッチに立って、あの声援受けて、ゴール決めたいですね。